これが延命寺の三門ですね。骨太の感じがしますが、実は今治城の城門がこちらに移築されたんですね。明治の初め、廃藩置県の歴史がここに残っているわけなんですね。竹ぼうき、落ち葉の紅を集めいる。竹ぼうき、落ち葉の紅を集めいる。お寺の人が盛んに落ち葉を集めています。愛媛県今治市の第54番札所近見山延命寺にも本格的な秋がやってきました。小高い山に広がる境内には先人たちが生きた証がいくつも残されています。寺の一角にある道しるべは四国で2番目に古い17世紀末期のもので、300年以上もの間巡礼者の道案内を続けてきました。こちらの供養塔は享保年間の大飢饉で農民を餓死から救った庄屋越智孫兵衛を祀っています。さらにこの鐘は18世紀の初め、当時の住職が資材を投じて作ったもので、今では寿話の鐘の時にだけその音色を響かせています。この延命寺は宝生院と名付けられています。宝の鐘のお寺なんですね。この鐘は寿話の鐘としてしか使うことはありません。普段は聞くことができませんが、音はいいので知られているんですね。はあ、深い音ですね。そして堂々とそびえる椎の木は長きにわたって人々の営みを見守ってきました。つぶらじいというのは丸い椎の実ということなんですね。こう落ちていますので拾ってみましたが、かわいいです。本当につぶらな椎ですね。手のひらで磨けば光りつぶらじい、手のひらで磨けば光りつぶらじい。秋の爽やかな風が境内を通り抜ける愛媛県今治市の第54番札所近見山延命寺、実りの季節がそこかしこにあふれています。